インドネシアといえばナシゴレン、あとはベトナムといえばみんなしてるので、ライスペーパー使って揚げ春巻き、チャードとしも、はい、はい、お嬢さん、味無視して早口ですね。でもですね、本当にこちらに来ていただくとアジア旅行を楽しんでいただけるような、そんな充実した品数メニューとなっております。ジョーさん、お料理の勉強はそもそもどこでなったんですか？あ、私ちっちゃい頃からおばちゃんに教えてもらった。おばちゃんに教えてもらった料理やってらっしゃるわけですね。人間の国のことも全部できるわけですね。ということは、おばちゃんの料理を教えたことは料理を本業になすいたんでしょうか、それとも素人で料理のうまい方だったんでしょうか。まあ、その後は日本人です。
表示された料金をお支払いください。領収証のご利用ありがとうございました。気をつけてお帰りください。はい、200円の返しです。ありがとうございます。